2月8日午前中の取引を終えました。日経平均株価は軟調な展開となっています。昨日に比べて337円37銭安い2万トンで413円91銭となりました。まあ、今週は2万1000円の節目回復かという場面もあったんですが、結局2万トンで500円も割り込んでる動き、300円以上の下げというのは久しぶりでありまして、日経平均 1.6% の下落でした。トピックスの方も 1.6% の下落、26.47 ポイント安の 1542.56 で終えています。新興市場マザーズ指数が昨日に比べて8ポイント約 1% の下落、ジャスダック平均も26円、約 0.8% の下落となっています。まあ、昨日欧米市場から相次いでバッドニュース、悪い材料が出てきていまして、日経平均も軟調な動きとなっています。日経225冷やしチャートをご覧いただきましょう。日経平均スルスルと、5日線がやや下向きになっていたというのが昨日のチャートで気にかかったところですけども、今日はこのようにギャップダウンして売られています。25日線このオレンジ色の線ですね、直近の下値サポートとなっていたような25日線を今日は割り込んでの動きとなっています。最も午前中に売りが一巡した後は、なんとか25日線の方向に戻そうというような動きとなっていますけども、現段階では割り込んでいます。どちらかというと25日線からも下の方向に乖離、離れるような動きとなっています。昨日のヨーロッパでありますが、欧州委員会 EU ですね、 EU とイギリスの中央銀行がそれぞれヨーロッパ経済についてのイギリス経済についての経済成長見通しを引き下げています。またアメリカで米中首脳会談が開催される可能性は低いといった報道も出てきていまして、このあたりが相場全体の重しになっているようです。もっとも今週は決算週、日本に限って言えば決算週でありまして、指数の動きに一喜一憂せずに森よりも木を見るといった動きが続いています。例えば今日もその典型でありますけど、2269明治ホールディングスです。指数は冴えませんけども、こうした業績関連でポジティブな材料が出ているところは今日買われています。日経平均が25日線を割ったのとは逆に、明治ホールディングスは25日線を超えてきました。昨日第3クォーターの決算発表を行っていますが、こちらが増収増益で着地しています。食品部門は苦戦しているんですけども、薬品部門、特にアレルギー性疾患の治療薬などが伸びているということであります。通期予想は据え置きであります。株価の方はプラスに反応しています。また決算発表ですとか業績発表では、例えば2389オプトホールディングス、ネットの広告代理店ですね、こちらが一気に急伸しまして大陽線を立てて買われています。75日移動平均線を上抜いての動きとなっています。こちらは昨日12月期決算企業でありますけども、18年の12月期、この前終わった閉じた期が会社側の利益予想を上振れて着地しています。今日はストップ高を交えての動きとなっていまして、株価急騰、今日は大陽線を立てています。今日の東京市場は日経平均株価が300円を超える下げ幅となっていますけども、個々にですね、業績関連でポジティブ材料が出たようなところはしっかりと買われているといった個別選別ですね、個別物色の動きとなっています。以上、全引けの模様を東証アローズからお伝えしました。